別にこう勝負じゃないですね。勝負じゃないんで、まあ、こういう動きの例っていうことです、ね。で私のね、ここ入れていただいて、まあ、こういう感じで受けます。で、どうぞ。こういう感じで受けます。これをこうやってね、私がね、真ん中の方たちみたいに毎日ね、手と鍛えてないんで、1回や2回はね、耐えられるんですけどね、それダメなんですよね。で、こう、ちょっとこういう形でね、受けます。こういう形でね、で、胴体もこのままいたら蹴りが入っちゃうので、軽く引くですね。軽く引くっていう形をとります。で、よく知識間違ったらごめんなさいなんですが、体の方で例えば、ちょっともう蹴ってください。こう受けるってありますよね。こういうかける受けってあるんですけど、そうですね、このかける受けの、これ、まあ、体育でいうと払いなんですけれども、僕ら最初から払いっていうのはあまりこういかないでですね、とお願いします、毎回。こう受けてから、先ほどのちょっと迎えてから、それからこう払いっていう形、こういってから払いっていう形にいきます。最初から払いに行った場合、時々ですね、身長差あるときとか、こう入っちゃうことって あるんですね。で、最初のところで、ごめんなさい、もう一度お願いします。で、これで決定的なものはもらわないようにします。ここで触れるとかっていうのはね、もう戦いの中ではしょうがないことなんで、ここでスッと伸ばして吸収するっていう形ですね。で、ごめんなさい。それで、この蹴りが今、ここで蹴ってもらってるから、実は避けられるんですよね。例えばね、これがこんぐらい近かったら避けられないんですよ。ここで前切り打たれたら絶対避けられないんで。で、僕らはその普段の組でっていうのをその顔面攻撃をアイディアでやってますので、近づけないっていうねことをね行います。なるべく近づけない。近づけないって言葉で言ったってどうしようもないんですけども、例えばちょっと、もう一回ねこうやっていただく。それで同じようにこう蹴っていただいてです。パッとこうね、一旦ね、ここをはじくですよね。ここピッとこう弾いて、なんとなくですね、邪魔するわけです。ノイズを入れるわけです。で、これに対して反応があってもなくてもね、構わないんです。一連の動きでスッとこう入っていくわけです。で、これを私が一回バチッてやって、こう避けたら、絶対今のこう入っちゃうわけです。で、そのためには、手だけでパッてやっても、どうしようもないことで、体を釣り、竿のように使わなければいけないんです。あ、すいません、ありがとうございました。で、釣り竿のようにこう使うということは、手をね、ムチ、ムチってありますので、ムチのように使う。で、手をムチのように使う。例えば、私がね、これをタオル、乾いてるんですけど、これで、いくらこうやって板がね、これはどうっていうことね。これが、例えば、こういう形ですよね。こういう形だと、威力が出るわけですよね。こうスッといって、パーンってこう先端が遅れるわけです。先端が遅れるわけですね。これでバンとこう払うんではなくて、例えばこう彼が先端が遅れるわけです。先端が遅れてワンアクション。1、2、3っていうのはないわけです。で、その1、2、3にならないために、こう胴体をここに動きを使っていきます。はい。で、ちょっとね、それを今、これただね、巻き付けやっただけではあまり技につながらないので、足の動きを入れて今の動きの基本部分をね少しご紹介したいんですが、じゃあ先ほどのね練習できる位置に戻ってください。はい。